ポール・デュ・シャイユ1890年の出版物に描かれたゴリラに遭遇したデュ・シャイユの絵。ポール・デュ・シャイユはフランス系アメリカ人の探検家、民族学者である。1860年代に中央アフリカからゴリラの標本をヨーロッパに送り有名になった。ピグミーの報告も行い、後に北欧の戦士時代の研究も行った。記事、青年には諸説あり。 青年については1831年、1835年、1839年の説があり、生まれた場所についてもパリ、レユニオン島、アメリカ合衆国のルイジアナ州などの説がある。パリの商人に雇われた父親と共に、少年の頃、西アフリカに渡り、ガボンで宣教師から教育を受け、アフリカの自然や言語に興味を持った。1855年に、 フィラデルフィア自然科学アカデミーが1855年に企画したアフリカ探検に参加し、1859年まで西アフリカの赤道地域を探検し、オゴエ川流域とガボンの川口地域の知識を得た。1856年から1859年の旅行の間に多くのゴリラを観察した。当時のヨーロッパではゴリラの存在は、 紀元前5世紀のカルタゴの公開者反応の不正確な記述でのみ知られ、いくつかの骨が存在していただけであった。ゴリラの死骸を持ち帰り、ゴリラを最初に見た白人であると主張した。1863年から1865年の間、再び探検を行い、アフリカの森林に生息するピグミーの戦死時代を確認し、報告した。ロンドンの自然史博物館に、 ゴリラの標本を売り、他のヨーロッパの収集家に一食いの頭蓋骨を売却した。両方の遠征記録は、赤道アフリカの探検と冒険とアシャンゴ族の国への旅として出版された。1865年、アシャンゴ族の国での経験を小人の国として1872年に出版した。ニューヨーク、ロンドン、パリなどで公園旅行を行った。デュ 社員優の報告については意義があったが受け入れられるようになったが、ブリタニカでは著書の内容の一部に否定的な記述がなされた。アメリカに住むようになってからアフリカの経験を書いた少年向けの読み物を書いた。その後興味を北欧に展示、1917年に北、ノルウェーを訪れた後、スウェーデン、ノルウェー、ラップランド、 北フィンランドの風習や古美術品の研究を行った。1881年にビアクヤの国を発表し、1889年に研究所バイキングの時代を出版した。1900年に長い夜の国を出版した。サンクトペテルブルク訪問中に病没した。A History of m u s e u m Victoria メルボルン1865 グリラズアットザミュージアムアットミュージアムビクトリア、ありがとうございます。